ハローグテンモゲン。この格好をしているということはエヴァです。来年の2021年1月23日に新エヴァンゲリオン公開が発表されまして、ますます盛り上がりを見せているエヴァンゲリオンなんですけども、それに伴ってね、エヴァコラボグッズがもう盛りたくさん登場してるんですが、中でもちょっと気になる商品を今日はご紹介したいと思います。それはこちら、じゃーん、エヴァコラボのデジタルオーディオプレイヤーです。オーディオプレイヤーってご存知ですかね。皆さん普段何で音楽を聴いてますか。私はね、よくスマホで音楽を聴いてるんですけど、簡単に言うと CD よりもかなり高音質で聴けるプレイヤーということです。ハイレゾっていうシステムらしいです。とにかくね、同じ曲でも全然違う風に聞こえるっていうのが、まあこのオーディオプレイヤーのすごいところらしいんですけど、まずはですね、それは後で聞くとして開けてみましょう。今回はネルフとビレモデルがあります。2つあったらさ、普通初号機0号機とかね、初号機2号機カラーとかね、やるところですけども、ここでネルフとビレを持っていくあたり分かってますね。このビレのね、デザインも独特でかっこいいのでね、ビレモデルが出たのはすごい嬉しいですね。それでは早速開けていきたいと思います。アスカ、行くわよ。開け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 、ドリャー、パーン、おー、まずネルフバージョンを見ていきたいと思います。もう箱自体かっこいいね。開けたら赤この箱は捨てれらんやつやわ。はい、まずスポット抜き取りまして、オーディオプレイヤー本体はこちらですね。赤と黒安定のネルフカラーでございます。私はやっぱアスカやからね、赤が好きなので、この赤ベースっていうのが嬉しいですね。サイズはなんかね、手のひらにこう収まる、馴染む感じで、いい感じの小ささだと思います。そしてじゃーん、スケルトンケースがついてきます。これも当然ネルフデザインですね。ネルフオンリー、ちっちゃく備品と書いてます。備品と書かれたらなんかネルフ職員もこれ使ってたんかなーって、青葉しげるくんもこれを使って音楽聴きながら電車乗ってネルフまで通勤してたんかなとか、なんかいろんな想像がかきたてられていいですよね。で、このスケルトンケースを使うもよし、もう一つついてくるこのね、はい、これもネルフのねデザインになってるんですけども、これもねめっちゃ可愛いです。スポット入れまして、はい、こんな感じで、私こっちが好きやな。めっちゃ可愛い。なんかこの革の手に馴染む感もいいですし、上からボタン押せるようになってます。全部押せるようになってますし、充電もできるようになってます。ここね、なんかストラップとかつけれるようになってるので、私はよくこういうの落としちゃうから、鈴とかねつけといたらいいかもしれないですね。で、本体なんですけど、マイクロ SD カードが2つ入るんです。なのでマイクロ SD カード2枚使えば 512GB まで容量を広げることができるそうです。スマホにね音楽入れて聴いてる人でも、あー容量が足りへんなーっていう時あるじゃないですか。でもこれならめちゃくちゃ入りますから、もうスマホの何倍も入りますから、とにかくたくさん入れたいっていう人はおすすめです。でここまではビレバージョンも見ていきましょう。はい、ビレー、じゃーん、はーい、あーかわいい、あー、ビレいいな。おー、本体は黒なんですね。はい、本体は黒にこのビレのね、ブルーのマークが入っています。これかっこいいですね。で、こっちも、ビレバージョンになってますね。これすごいシンプルです。そしてこの革ケース、はい、これもビレ、ビレマーク、え、かっこいい、すごいね、鮮やかな青でね、めちゃくちゃ可愛いですね。ここにね、ブンダーって書いてますね。そしてまだまだあるんですよ。この箱をこう
掘っていくと、はい、こちらにこの2つついてます。充電するケーブルですね。そしてイヤホンです。じゃあこれがね、いいんですよ。ネルフはネルフマークがついてます。そしてビレはビレマークがちゃんとついてます。そしてこれもついてますね。耳の穴の形選び放題セット、これついてます。そしてこれね、すごいのがね、ここね、取れるんですよ、これ。ここなので、ケーブル断線した時にケーブルだけはもう捨てて、また新しいケーブルをここにね、繋ぐことができるんですよ。一から全部買わなくて済む、これ良心的。そしてこちらのね、バランスケーブルもついてきます。これもここをね、付け替えればバランスケーブルバージョンになる。バランスケーブルって私ね、使ったことないんですけど、何やら分かる人には分かる音の違いがあるそうです。私みたいな凡人の耳ではちょっと分かんないかもしれないんですけど、なんか違うなというのを聞き分けれる人が聞いたら違うそうですので、これもついてますので、皆さんぜひ試してみてください。で、まだまだついてきます。はい、保護フィルムもついてきます。そしてじゃーん、オーディオプレイヤーのケースのさらにケースはい、こちらもついてきます。これはね、ほら、バンナイズさんとエヴァのコラボだそうで、はい、ネルフ、ビレっていう感じになってます。これいいですね。私ね、よう落とすんですよね。で、傷だらけになるからね、これに入れさえすれば、よいしょ、はい、ぴったり、よいしょっとして、こうやってね、持ち歩けます。これに入れたとしてもだいぶちっちゃいサイズなので、めちゃ持ち運び便利だと思いますね。横じゃなくて上にこのイヤホンのケーブルの穴があるので、もうそのままシュッとできます。はい、こうやってこんな感じで持ち歩くことができます。めっちゃついてるでしょ。もうこんだけあれば今すぐね、何も買い足すことなくハイレゾチルドレンになることができます。では続いて中身を見てみますね。オーディオプレイヤー起動。ん？あ、充電できてへんわ。しばしお待ちを。はい、では気を取り直して、充電しました。まだね、満タンじゃないので、いつ活動限界が来てもおかしくないので、このアンビリカルケーブルにつないときます。ではエヴァンゲリオンオーディオプレイヤー起動。おお、ネルフ。おお、ビレあ、やっぱ中身も違うんですね。あ、すごい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 、ネルフ、あ、ビレ、うわ、すごっ、え、全然違うんや。まずネルフモデルの方なんですけども、今ね、このエヴァ02って書いてうっすら2号機があるじゃないですか。この壁紙がね、なんともともと入ってるんですよ。ほら、この壁紙っていうとこ押したらネルフとか、ほら、1、2、今2号機のとこに印あるので2号機になってるんですけど、0号機、そしてマーク6 マーク6入れてくれるってもう分かってるな。じゃ、マーク6にしたら、ほら、青、マーク6のやつだと、ほら見て、ほら、壁紙がマーク6の横顔になりました。これね、もともと入ってるんですよ。今日はなんか試験があって逃げちゃダメだなって思う時はこの初号機とか、嫌な上司がいてあんたバカっていう気分の時はこうとか、今日はニンニクラーメンにチャーシュー抜きがいいなって思う時は0号機とか、月から前降りて何かにカシウスの槍をぶっ刺したいなと思う時はマーク6。7種類の壁紙ですね。はい、ビレバージョンはね、このビレのマークとか、あと見て、ブンダーブンダーだったり、あ、アスカのあの帽子についてるバッジとか、マリのプラグスーツのこのヘルメットですね。ブンダーにやると、うわー、ブンダーかっこいい。え、アスカもやる？アスカはこう、あ、いいねいいねマリもやっておこうか、あ、マリー
でですね、肝心の音楽なんですけど、実はね、じゃーん、ここになんと入ってますこのエヴァ関連の曲が5曲入っています。では早速 CD と全然違うという噂のハイレゾを聞いていきたいと思います。このイヤホンもええやつだそうですよ。なんか簡易でついてるね、あの適当イヤホンとは違ってしっかりといい曲を届けてくれるスーパーイヤホンだそうですよ。まあわかりやすい残酷な天使のテーゼを聞こうかな。じゃあ行きますね。どれだけ違うのか。はい、すごっ、え、全然違う。響きが、高橋洋子さんの声が、うわ、すごいわ。え、すごい、なんかね、目の前で歌ってくれてるみたい。なんか声が透き通ってて、後ろのこのバックの曲が、もうほんまに生でスーって入ってくる。なんかね、この爆発力があるんですよ。サビに行く時のザーの時に、簡単に言うと、あのセカンドインパクトの時にアダムがバーンってなったでしょ。あんな感じ。裏切るならが、なんか、ファーって感じ。ファーって。簡単に言うと、ニューサードインパクトの初号機のあのファーって浮かんでいく、ファーって、あの感じ。ハイレゾの力。ありえないわ。はぁ、お見それしました。ゼーレのおっさんたちが黙っちゃいませんね。へぇ、こんな世界があったんですね。なんか曲はもう同じ曲やから何で聴いても一緒やって思ってましたけど、これ一回聴いたらちょっとな、スマホに戻れへんかもしれへん。でちなみにこれまあハイレゾを聴けるっていうあのプレイヤーなんですけども、あの普通に Bluetooth イヤホンでもね対応してるそうなので、もうお手持ちの Bluetooth で繋ぐことも可能だそうです。そして Wi-Fi 環境だと、あの曲もねダウンロードしてどんどん入れることもできますし、あと CD レコを使えば、あの持ってる CD をここに入れることも可能です。だから容量も大きいから、もうじゃんじゃん入れちゃって、で高音質で聞いてみてください。もうすごいいろいろついてて、ケースとかもね、フィルムとかもイヤホンとかももう全部ひっくるめて、今すぐもうハイレゾ生活を楽しめるっていうね、もうこれ以上買うものはないよというこのパックで、普通にね単純計算して7万円はするそうなんですが、なんと今回値段のサードインパクトが起こりまして、5万5000円ということですね。税込み送料込みなので5万5000円ポッキリだそうです。どちらを選ぶかはあなた次第。私はね、まあビレかな。どっち応援するって言ったらビレ応援したいですね。まだハイレゾ手を出したことがないっていう私みたいな人にはね、ほんとお手軽に楽しめますし、まあエヴァンゲリオンファンはね、ほんとにエヴァの曲をこんな高音質で聴いたらたまげますから、もうよりエヴァの世界にどっぷりハマることになると思います。来年の1月23日新エヴァ公開ということで、まあこのね高音質な曲を聴いて、どんどんエヴァとのシンクロ率を高めていって、映画を楽しみに待ちたいと思います。ということで、このデジタルオーディオプレイヤーで音楽を聴かないなんて、あんたバカ？ぜひお試しください。